皆様おはようございます。ティラと申します。初めましての方は初めまして、市販ゲームの実況をするのは久しぶりになります。私ティラと申します。よろしくお願いします。こちらのゲーム2010年のね、僕が中学生ぐらいの時に発売されたゲームで、Wii のゲームなんですよ。僕が中学生の時にはやっぱ Wii がすごく流行ってて、それでこのボトルゴンクエストモンスターバトルロードっていう筐体ゲーム機があったんですよね。100円でできる筐体ゲーム機なんですけど、こちらのゲームが家庭版で出たということで、当時中学生だった僕は、Wii が貧乏なので、なりませんでした。買いませんでした。そしてね、まあ、今その後を継ぐ機械としてスキャバトっていうやつがあるんですけど、まあ、その元祖とも言えるゲームですね。スキャバトに関しては僕休みの日ほぼ毎日やってるんでそのゲーム大好きなんですよね。なのでもう夢に見たこのソフトの10年の時がほぼ8年ですね。8年の時は経たんですけどね、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ね、これ初見プレイなんでちょっとね、どうなるかわかんないんですけど、モンバトっていうやつがあって、おおそう、モンバトっていうやつがあったんですよ、もともと。そのモンバトが家庭版になって出たっていうソフトなんですよね。ああ、なるほど。ちょっと Wii もね、全然わかんなくて、ちょっと Wii をね、友人に貸してもらったんですよ、こちら。なんで、全然ちょっとわかんないんで、Wii の操作もちょっとわかってないんですよね。一応即席でちょっと今日コントローラーとか買いまして、これでちょっとプレイさせていただきます。よーし、やってみるか。あ、え、なにこれ？あ、主人公を決めれるんだ。へぇー。性別、あ、男と女か。なるほどね。まあ私性別は非公開とさせていただいてるんですけど、まあ一応男ということで、あ、顔を覚えて面白いな。どうなんだろう。じゃあこれで即席だったな。あー、ないな、ないんだよな。もうアーケード版はね、もう遥か昔に終わっちゃったんですよね。僕今でもカードあるんですよ、アルバムに。当時、3000円したカードとか あるんですよ。あれなんで僕買ったんだろうなって今思ってる。じゃあティラで、私ティラということで、よろしくお願いいたします。自動的に自動オートセーブなんだね。カードアルバムは全ての冒険者共通のデータになります。ああ、でもどうなんだろう。今回は、本来なんですけど、その当時は、携帯とか、専用アプリで持ってるカードを本当に読み込めたっていうんですけど、まあこの時代なんでね、もうそのサイトもやってないんですよね。なので、どうしても、もう素の状態からやることになりますね。わあ、でも楽しみだな。おぉ、いっぱいあるな。説明書とか読んでねえからな、あんま分かってないな。はい、アーケードモード。あれか、筐体そのままのやつ。で、これがストーリーモード的なやつやね。で、手に入れたカード。ダウンロードコンテンツはね、もう、今のご時世ちょっと任天堂 DSi とか終わってるので。あ、いい曲。いい曲だな、これ。オプションはちょっと、まあ今回はちょっといじらずに、ちょっとアーケードモードつってやっていきたいと思います。バトルロード。対戦、あ、対戦もあるんだね。オンライン専用なのかな、これは。もしかしたら。遊び方を覚える。遊び方は覚えたいけど、今回はもう僕、まあ、バトルドー自体は、経験済みなんで、ちょっと、まあ、大体わかると思います。ちょっと、うまいことね、実況しながらやっていきたいと思いますんで、解説ちょっと追いつかないと思うんですけど、よろしくお願いします。じゃあ、バトルドーやってみましょうか。カードないんだよな。バトルをこっちに置いて大魔王にしよう。そうだね。どうなんだろう、バッター今もいけんのかな。一人で遊ぶ、二人で遊ぶ。あ、二人で遊ぶ。へえ。私ね、今回はね、どうしても、僕、友達いないんで、一人でしか遊べないんで、ちょっとはまあ、一人で遊びます。よろしくお願いします。あ、え？一回戦。あ、いいね。あ、いいね、これ。このなんか懐かしい。え、暴れ後ろいと、バラシラン、死神貴族強いんだよな。いいね、死神貴族は強いよね。どうしよう。カードないんだよな。カードないけどどうなるんですかね、これ。あ、ティラのチーム、お気に入りチームはないね。
職業を選んでカードスキャン。なるほど。カードないんだけど、どういう感じなんですよね。あ、そうだよね。レンタル、レンタルはもともとあって、レンタルすると絶対戦士になるんですよね。カード持ってないと。ここは僕当時ずっと魔物使い、モンスターモンスターでちょっとやってたんで、ちょっと魔物使いでやっていきたいと思います。ないよー森さん、ないです。カードを持っていないようだな。パスを選ばれ私のカードを貸してあげるということでね。すべてレンタルでやっていくことになりますね。B でパス。3体パスですね。どんな感じ？あーそうだそうだ思い出した。そうだね。レンタルは確かそうだ。スライム一つ目ピエロ炎の戦士いいですね。初心者っぽい。あーいいね。スライムよろしく。相性によって。そう、相性やね、これ。うん。相性あるね。これは確か。草原森チーム。このチームの組み合わせで強くなったりするんですよ。うわー、いいね。じゃあちょっとパッと見なんかモンスター的に不利な気がするな。まあ頑張っていきましょうか。よろしくお願いします。いやーでもどうなんだ。スライムがね。うわー。いやー、1位負けてんな。これもちろんね、3体で戦いつつ相手の守備を0にするということで。というわけで、ね、A と B で技選んでいきましょうか。そうだな。ミラクルファッシュメタパに、炎の腰でいきましょう。炎の戦士はね、炎タイプの技しか使えないんですけど。さあ、誰が早いかな。お、いいね。いいよ。炎の戦士がね、まず炎の拳を撃っていきます。これはどんなんだ。お、いいね。攻撃してくれてる。いいよ、いいよ。B、ここで B か。これあまり効いていないぞ。え、待って、ユンキこれどうやって効くの。あ、いい。やばい。ちょっと待って。待って。これやばい。待って。うん。強い。強いよ。待って待って、敵が強い。敵が強いって待ってくれ助けてくれ待って、敵が強い結構強いですね。さあ、スライムが動きました。どこ？ここで B！ あ、わかった。あ、こうか。さあ、ミラクルハッシュでね、メダパニになりました。デゲーム状態になって攻撃当たりにくい。さあ、メダパニ撃ちます。効くか。ダッシュランが混乱しました。暴れ後ろに混乱しました。いや、待って待って待って。おっと待って、やばい。待って。いや、強い。よしよしよし、でもな。いやー、一つ目ピエロがあまり強くないんですよね、正直。一つ目ピエロは賢さが高いモンスターなんですけど、攻撃魔法覚えてないんですよ。あ、いいね。あ、避けられてる。あー、ダメか。いや、ちょっと待って、強い、敵が強いな、これ。やめて強い待って、低い、ブレス攻撃。さあ、火のブレス攻撃はどんな曲か。うん、あまり効いていないぞ。まあ、そこそこでも効いたか。お、いいね。これは、威力が低い。待ってくれ。これはモンスターが悪い。レンタルモンスターが悪い。頑張って。何が飛び出したか。シーナモシ回心差高いぞ。な。ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。待って。経験者。おい、経験者。経験者どうした？待ってー。あ、危ない。やだ。これはモンスターが悪い。これはモンスターが悪い。これは一つ目ピエロはダメだって。あ、待って。一回戦で負けと。これはね、これはですね、言い訳していいですか？ですね、一つ目ピエロって力低すぎるんですよ。お、待って、でもさまよいろい手に入れましたね。これは強い。あ、これ強いよ。さまよいろいはね、本当にね、強い。あ、こうやってもらえるんだね。
モンスターの相性を探してみよう。ああいいね。モンスターを上手に使いこなすのだ。あのリザルトで適度に休憩を入れ、リザルトで見る画面ですね。ちょっとあのもう一回いいですか。ちょっとこのままじゃちょっとあの悲しいんで、ちょっとあのあのですね、レンタルでも戦士だと勝ちやすいんですよ。ちょっともう一戦、泣きの一戦をちょっとさせていただいてもいいですか。ちょっと相手が強すぎた。ダッシュランは強いんですよ正直。ちょっとダッシュランと死神貴族は強いんで、モンスター的に。あ、待って、これやばい。これってあれじゃないの、これあのパーティーちゃん、やー出た。これはですね、相手のチームは分かってます。あのかなりの強チームですねこれ。このチームはですね、あの相手のチームを簡単に言いますと結構有名な方のパーティーですね。なかなか強いっす。じゃあちょっと戦士で頑張ってみましょうか。今度は武器カードをねスキャンということで、武器カードもやっぱ持ってないのでパスするしかないですね。まあこの盾あたりも先ほど手に入れたサモヨレ使ってみましょう。戦士とも相性がいいんでね、なかなか強力になってくれるんじゃないかと。パスするしかないんで、これはパスで何が出るかですね。あ、スライムいいね。スライムは確か戦士相性あるはず。相性があるとやっぱり強化、HP とか強化されるんで、そう、750が強い。ただ、ステータスはちょっとこれ貧弱ですね。力が、あの、このままだと、65。まあ、そんなもんですよ。さあ、こんな感じでね、出てくれます。スライムとサマヨロイ。相性もバッチリですね。これ確か上がるはずです。よし、相性で HP と力がアップですね。いいですね。相性は完璧なんで、ただ問題ですね、ちょっと相手がかなりの強チームです。頑張っていきましょう。とりあえず相手のチームは、あの、ミニモンスターなんですよ、みんな。だから攻撃をかわしやすいっていうね、利点があって、攻撃を当てるかどうかのちょっと運勝負になってくるところありますね。やってみましょう。そう、一見勝てそうなんですけど、さあ、行ってみましょう。まあ、ここはね、敵が多いので、全体攻撃したいでちょっと行ってみたいと思います。で、スライムはちょっとスライストライク打ってみようか。さっき見せられなかったからね。さあ、行ってみましょう。HP はこっち側より。さあ、シールド構造なかなか強いんですよ。ビビディギリで、これが2コインの高い技です。さあ、どうだ。ああ、2コイン食らわなかった。そう、守備力も上げれるから、なかなかね、知ることは強い。さあ、サマヨル頑張ってもらいましょう。キングダムソード。うわ、待って。早速避けてくれたね。あ、待って。ドラゴンキッズの手今強い。強い。マジか。あー、ベビースターさん冷たい息。助かった。ちょん。さあ、冷たい息を吐いていくが、これは大丈夫なはず。うん、結構食らいました。さあ、ここから反撃しましょう。当たるー。避けられること、避けられること、ドラゴンキッズが強いんだよな。せーの、おりゃー、回心の時間。さあ、ドラゴンキッズが動いてくる。デインが結構強いんですよね、このゲーム。デインが結構強いんで、いやー、冷たい息、これは大丈夫。このベビーサタンにはもう一つ技があって、お、スライム早速よけてくれました。頑張って。せーの、はい、いいね。いやー、これいい勝負だな。すごくいい勝負してますね今これ。どうだ、どっちが先に動くか。でも向こうの方が早い、基本的に。向こうの方が基本的に早い。耐えて、よし、なんとか。あと一発当たれるよ、ギリギリ。スライム頼む、会心で決めてやれ。せーの、はい。あー、待って、これやばいよ。ドラゴンキッズが動いて負けじゃないのこれ。避けない。きたー、サモヨレ頼む、当てれば勝ち。よし、あ、燃えたー。 いい勝負、いいゲームだわ、楽しい、やってて。うわー、いいね、やったやった。うわー、ギリギリだったな。
で、1戦目からガチだな。